四の九。一日、そう来たって、学童の用心を問うついでに、辞に曰く。学童の人は、まず、すべからく、貧なるべし。財多ければ、必ず、その志を失う。財家学童の者、なお、財宝にまとわり、虚匠を貪さぼり、眷属に交われば、たとえ、 その志ありといえども、衝動の縁王し、古来、俗人の三ずる王けれども、その中に良しといえども、なお僧には及ばず。僧は、一へ、一発の他は、財宝を持たず、巨匠を思わず、餌食を貪らざる間、一向に学道す。これは、文々、皆、特約あるなり。 そのゆえは、ひんなるがみちにしたしきなり。方向は、属人なれども、そうにおとらず、前席に名をとどめたるは、かのひと、三千のはじめ、家の財宝を、もちていでて、うみにしずめんとす。ひと、これをいさめていわく。ひとにもあたえ、ぶつじにももちうべし。たにこたえていわく。われ、 すでに、あたなりと思うて、これをすつ。いずくんぞ、人にあたうべき。財は、新人を憂えしむるあたなり。ついに、海に入れおわんぬ。しかしてのち、活命のためには、いかきを作りて、売ってすぎけり。俗なれども、くのごとく、財を捨ててこそ、善人とも言われけれ。いかにいわんや、一行に、 僧のいわく、凍土には寺院定まり、葬儀もつあり、常住もつと終わって、僧のために平等の縁となる、その患いなし。この国は、その義なければ、一向、基地せられても、なかなか平等のいらんとやならん。核のごとく、餌食、支援を、 思い当ててあらばよしと覚えゆ、いかん。字に曰く、叱らず。なかなか、東土より、この国の人は、無理に人を供養し、非文に人に物をあたうることあるなり。まず、人は知らず、我はこのことを行じて、道理を得たるなり。一切、一物も、思い当てがうこともなくて、 十年余り過ぎ送りぬ。一分も財を蓄えんと思うこそ大事なれ。二十日の命を送るほどのことは、何とも思い蓄えねども、天然としてあるなり。人皆、性分あり。天地、これを授く。我、走り求めざれども、必ずあるなり。いわんや、物資は、如来、唯食の福分あり。 求めずともおのずからうるなり、ただ一向に道を行せば、これ天然なるべし、これ現象なり。またいわく、学童の人多分にいわく、もしそのことをなさば、世人これを法然か、と、この女を甚だひなり、世間の人何とも法ずとも、物僧の案理 商業の道理にて何もあらば、営業すべし。世人、こぞってほむるとも、商業の道理にあらず、祖師も行ぜざらんことならば、営業すべからず。そのゆえは、世人、神祖、我を褒め、祖しればとて、かの人の心に従いたりとも、我が名字のとき、悪行にも惹かれ、悪道へ赴かんとき、いかにも、 救うべからず。例えば、皆人にそしられ、憎まるとも、仏祖の道に従うて営業せば、そのこ誠に我をば助けんずれば、人のそしればとて、道を行ぜざるべからず。また、核のごとく、傍散する人、必ずしも仏道に通達し、聖徳せるにあらず、何としてか、仏祖の道を、 善悪をもってずべきしかも世人の心には従うべからず、ただ仏道に営業すべき道理あらば、一向に営業すべきなり。